はい、今日はちょっと昨日すごく寒かったんですけど、今日はそれほどでもないかな。あ、でも今23度か。この安価の上に朝からお二人で集合しています。いいねこれね。もうちょっと大きいのを買おうかとかいろいろうちでは話し合っているんですが、このテーブルがね、45cm×45cm だったかな。いや、もうちょっとあるかな。60×60。ごめん。60×60 の、小さいテーブルなので、あまり大きいのが乗らないというのがあってですね。なんだったら、この辺まで全部テーブルにするか、みたいなことも考えています。お金をかけずに、この子たちが快適に過ごせるように、なんとかしたいと思うんですけれどね。また考えましょう。さあ、かわいいところ、これね、今はちょっとジャン君こっち向いてますけど、二人で外を見ている姿を、ぜひ外から見たいって思うわけですよ。外から窓の外に、向かってですね、2匹のかわいい猫が、覗いているっていうのを見たいんですが、パパにしてもママにしても部屋を出ようとすると、ついてきちゃうのね。階段のとこまでね。それが、どうにも悩ましい。例えば携帯、スマホで連絡を取り合いながら一人、外に行っている時にですね、今外見てるよみたいにして見に来るかな。大変。なんとか写真とか動画とか撮りたいんですけど、難しいです。ということで、仲良しでーす。って言って出てきたのはポンちゃんですが、ちょっと一足早いです。プレゼントをもらいましたの前にポンちゃん乗ってますが、まずこの辺からでしょうか。はい。はい、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう、この可愛いのは。姫ゆかりって書いてあるよ。ゆかり？ゆかりなのかな？
ちょっと開けてみてください。ポンキャンポンキャンポンキャン、あ、あ、おせんべいだよ。こういうおせんべいでした。天然エビの豊かな旨味とコクを丹念に二度焼き上げ、このデザインこのまんま、あ、本当だ、あ、中までではない、ここについてのね、うん、かわいいね、はい、ありがとう、美味しそうだね。次です。はい、ちゃん、はい、ぽんちゃん、どうぞ。これいってみよう。トップス、あ、トップス、チョコだ。トップス懐かしいね、トップス。東京にいる時はね、1964年なの、トップスってできたの。そう、1964とか。そうだね、へえ、年上だったんだね。ありがとうございます。あとでちょっと開いたやつもね、うん、開けたらね、時間があれだから、うん、はい、じゃあポンちゃんの周りに、はい、なんか美味しそうなものがいっぱいだね。これは美味しそうだよ、ポンちゃん。猫用です。かわいい、ほらにゃんこちゃん見て、はい、いいね、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、あ、大好物も入ってたよ。うん。やばいよ。ほら、君たちの大好物。これね、高級だからなかなか買えないんだよ。ありがとう。よかったね。これはあれかな？はい、続きまして。涼しくしたくやつかな。お、なんか、にゃんこの、にゃんこの顔が見えるよ。六名館。五名館？東京銀座特命館、すごい名前だね。あれすごいね。にゃんの貴族、貴族。にゃんこ、ポンちゃんだ。黒猫。ポンちゃん、かわいいポンちゃん。ポンちゃんだよ、ポンちゃんだよ。なんかスリスリしてるけど、ずっと。ポンちゃん、スリスリ、お。そっか、トリックはトリートだからだ。ははハロウィンだ。はハロウィンだよ、ポンちゃん。ポンちゃんのお面みたい。ポンちゃんお面。はい、お菓子だね。ゼリー、ゼリーかな、グミじゃない、クランベリー、レモン、マスカット、グレープ、ラズベリー、リンゴ、マンゴー、ピーチ、なんか高級そうな、きっと美味しいに違いないって感じの、うん、ゼリーかな、グミと、ゼリーとグミは違うの、ゼリーです。コラーゲンが入ってるよ、植物繊維も入ってるよ、小さく愛らしいゼリー、美味しそう、すごいなんか、うん、いろんな味のやつ、いただきましたね、はい、そっちのやつ、で今度はこの大きいやつね、うん、大きい For you、 はい、開けてください、はい、うん、よしよし、なんかすごい素敵な感じで、こんな風になってるんだね、今時はね。およいしょ。ポンちゃんはすっかり乗ってるね。ん？なんだ？なんだろう？長ーい。長ーい。長ーい。なになに？あららら。なになに？長いよ。さて、ずっと出るかな。ポンちゃん、長いよ。よいしょ。あ、ポンちゃんどこ？出ちゃうの？出ちゃうの？あ、乗るの？待って、ちょっと待って、あ、なるほど、なんか豪華な、片手じゃ無理なんだね、うん、なんかすごいよ、ポンちゃん、はい、うん、ハロウィンの飾りだよ、もうちょっと、これはすごいね、なんかで、いい感じです、なんかちゃんとあの本物の、うん、松ぼっくりとかついてます、はい、こういう感じになっています。それがきっとここに作品として飾られるはずですね。ね、なんか豪華だね、うん、すごい、どこにつけようかなっていう感じですね。天然素材を使用しております、はい、どうもありがとうございます。の中からこれが出たぞ、なんかもう中見えてるよ、これ壊さないように、白い猫はいだぞ、はい、ポンちゃん、ポンちゃん来たな、こっちはグレーの猫、はいだぞ、はい、その前にこれもあるよ、はい、これ傘、傘なの、傘もいただいたの、はい、雨の季節っていうことで傘、うん、
いただきました。傘も開ける？ちょっと開けると時間かかりそうだから後でね、うん、じゃあそのではまた開いたものをお見せしますね。ハロウィーン、ポッチャかわいい、似合う、似合う、かわいいですよ、こっち向いてくれや、こういうよどん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 そっぽ向くねワンちゃん、ワンちゃん、ニャンコはなんでそうなのかな、アメリカ人みたいな開け方になっちゃった、頑丈で、よいしょ、はい、はい、なんか立派な箱です、トップス、よいしょ、はいはい、さて、クッキーだ、はい、チョコではなくてチョコレートクッキー、そうだ ね、はい、そして先ほどの開封したものはこちらです、ちょっと影になっちゃう、美味しそう、こちらにはこのバッテリー、これあのギターに入れるやつ、ありがとうございます。よく知っている、ご存知でということで、ね。で、猫の、これはなんかペン立てなんだそうですよ。ペンがこういう風になるんだって。そして、傘。かわいい傘です。これはなんだっけ、あの、黄色い花の、なんだっけ、黄色い花の話してたよね。それはね、あれとは違う？あれ、ちょっと、あ、今すごいど忘れしちゃった。私がね、すごい憧れのお花なの、うん、木になる、大きい木になるやつだから、うん、家には絶対読めないな、この文字は違うかな、あ、どうする、キメラじゃなくて、どうするしてる、どうするしてる、じゃあ分かったらミモザなのかな、これは違うのかな、ミモ、私はミモザだと思ったんだけどだ、ということでお花の形と葉っぱの形で、はい、ありがとうございます、ペンを乗せてみて、ここでは無理、斜めになってる、そっか、ジャン君、ポンちゃん、あれ、ポンちゃんです、はい、続いてまた別の方からもいただき物です、すいません、どうもありがとう、鼻空間、これ何、マスクの下に入れて空間を作るってやつね、へえ、いいじゃん、ひょっとしてこの中にマイク仕込んだらなんか今開発中のやつがあるんだよね、ここにマイクを入れてスマホで音を出すってやつね、にできるかも、そこまではしないけど、はい、どうもありがとう、それマイク買わないといけないね、そういうことだね、そして静岡の恵み、駿河湾桜エビ、あ、またなんか美味しそうだね、俺好きなやつやん、よかったね、好きなやつ、はい、はい、そしてはい、これはね、うん、うなぎ芋ってなんだろうって言ってたときあったじゃん、 あれのうなぎ芋、うなぎ芋っていう、うなぎ芋なんだ、うなぎ芋っていうさつまいも、さつまいもね、うんうん、まあ、種類の名前といえばいいのかな、うなぎ、なんだっけ、うなぎの肥料、あ、なんか肥料が、なんかそんなこと、そうそう、前にね、なんかうなぎ芋のなんかお菓子が書いてあって、うん、で、そんな感じ、はい、そういうやつだったと思います、そしてなんだこれすごいね、なんていうんだっけこういうの、え、ドレッシング、あ、ドレッシングね、ドレッシングいただきました、なんか美味しそうだよ、なんかこれこれ浜松の、うん、JA の、うん、浜松の JA の作ったやつってことだよねきっとね、うん、美味しそうなのね、はい、かわいいし入れ物が、どうもありがとう、ありがとうございます、そしてかぼちゃの、はい、これはもうハロウィンにちなんだかぼちゃですね、ちょっとジャン君じゃないや、ポンちゃんお尻になってるけど、そうそう、あ、これも飾りだね、はい、これもね、はい、かぼちゃさんです、ポンちゃんのお尻です、そしてハロウィンつながりでこれはかぶり物と見た、2人分、はい、ジャン君とポンちゃん用です、すっぽりかぶるやつかぶってくれるかな、かぶってくれるかな上に乗せるのはね
たやすくできるんだけど。そうそう。ジャン君はちょっとできるかな。そして、はい、恐竜。あ、恐竜だ。それは何かな？恐竜のマスコットだね。そうだね。ありがとう。ありがとうございます。恐竜好きだからね。そして、はい。はい、藤屋。藤屋ミルキー。懐かしい。懐かしいね。はい、どうもありがとう。ございます。これもなんかハロウィンのお菓子が入ってるやつ。ほうほうほう。トリックオアトリートもらえるやつ。ここも、陶器のコップみたいなのが入ってるのね。うんうん、はい、どうもありがとう。ありがとうございます。そして、傘。こちらも傘がありました。黒猫、黒猫じゃないや、黒いところに、猫の柄の傘です。うん、ありがとう。なんか傘持ちになっちゃうね。はい。そこはちょっと不思議なもの。それは何？ライトだね。ライト？照明ってことなのかな？交通整理の時とかに使うようなライトじゃないかと思うんだけど。なんか説明書が入ってるよ。うん、後でじゃあちょっと調べます。もしライトじゃなかったら後で言います。そしてレモンシュガーっていうのはどういうこと？ああ、紅茶に。要するに甘みとレモンの味がいっぺんに入るってこと、ね、いっぺんに入るってこと？ははははっていうかもうその味のついた紅茶なんじゃない？あ、そういうこと？見えないんだけど。リプトンだもんね。見えない見えない。リプトンじゃないの？リモンにレモン2個分のビタミン C レモンシュガー、あ、いや違うのか。に入れるってことね。紅茶レモネードやヨーグルトに、うん、そっか、レモン味のお砂糖っていうことになります。そうだ、レモンの入ったお砂糖なんだ。そして、はい、ジャン君です。これスマホのケース、ね、いただきました。ジャン君そっくり。ちょっと嬉しかったりするんだ。かわいいね。なんかね、手作りのできるところで自分たちでちょっと作ろうかって言ってたんですが、ジャン君の、ジャン君ではないんですよね。ジャン君にそっくりなのを見つけたということで、いただいてしまいました。あ、ジャン君、ジャン君。はい。ジャン君、すごいね、ジャン君。はい。ジャン君そっくりだね。はい、ありがとう。そして、ポンちゃんですね。ポンちゃんそっくりだね。本当にそっくりだね、ほら。真っ黒でね、赤いね、おリボンしてたらね、そっくりだね。はい。で、これもいただいちゃいますよ。フィルム、ね、フィルム、はい、ありがとうございます。うん、ますもう貼っちゃってるんだけど、また、そうそう、またね、ダメになったら ね、 れたりしたらね、うん、汚れてもそうなのかな。そうだね。そしてこれは何でしょうか。おててじゃらし、あ、これ飛ばすやつだ。ジャン君のおもちゃだ。はいはい。ジャン君、今おトイレ入ってきたからね。ジャン君が加えて飛ばすタイプのやつです。うんうん。さあ、そしていっぱいあるので次々行かせていただきます。これでうなぎ芋。これがうなぎ芋で作った羊羹、芋羊羹。はいはいはい。そうそうそう。うん、美味しかった、はい、これ美味しかった。前も一回いただいたことあったの。ね、でね、こっち、はい、これがね、はい、これの前にこっちかな。うん、これ、ジャン君たちのだ。なんか、ニャンコちゃんのポーチ。かわいいポーチ。そして、中にもちゃんと何かが入っています。富士山の、あ、あれね、付箋。あ、付箋か。はいはいはい、はい。はいはい、ありがとう。付箋意外と使うんだよね。そうなんだよね。あ、譜面の、あ、かわいい、にゃんこの付箋。ノートによく使います。この付箋とちょっと違うのかな？付箋だね。ハサミタイプ？はい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 。こっからここまでっていうのができるタイプかもしれないね。ほうほうほう。あ、いや、ポイントマグネットって書いてあるよ。うん、なるほど。しおりみたいに、使ってるところをピッてできるんだ。なるほど。なるほど。はい。そして、面白いぞこいつ。それ何？これは何だろう、妖精っぽいんだけど、頭にあの仏像のあれみたいなのがついてる。猫と如来マスコットフィギュアって書いてあるよ。うん、あの大仏のさ頭とここの、うんうん、額のところなんだっけね、眉間にあるやつ、眉間だっけ、こういうものです。最近なんかもういろいろだ、面白い。いろんなものありすぎて ね、 ねえ、すごいね。にゃんこと合体しちゃったんだね。うん、そして鳥。それね、浮き輪スズメって書いてあるよ。なんかいろんなこと考えるな。面白い、はい、浮き輪スズメちゃん。
だよね。うん。そしてこれは長靴と猫。長靴、カワウソと長靴って。なるほど。カワウソちゃんです。カワウソでした。これ出さないとなんだかわかんないね。はい。そして最後の人グループ。あれこれは？これも開けないと。開かない。この時間が何も映ってない時間が。それは何かな？廃油石鹸。ああリサイクルなのね。うんうん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後のグループでーす、お猫様用。はい。こうなってこうなってこうなってだんだん置き場がないぞ。すごいいっぱい。はい。こんな感じでございます。おいしいやつおいしいやつ。やっぱり雑然と。ああ、ポンちゃんポンちゃんポンちゃんいないの。これは歯磨きサプリだって。おほう、いいいいね。口にチュッて入れられる感じかな。そうかな。ちょっと読んでみないとわからないけど、はい、後ほどもし、間違ってたとかそういうことがあったらお知らせします。ジャンクにしてみましょう。ということでどうもいっぱいいっぱいありがとうございます。はい、これもね、これもね後でやってみようね。はい、はい、どうもありがとう。ジャンクのおやつもいっぱい入ってたよ。そしてこれも入っていました。いわゆる三脚です。この自由な形のになるやつね、スマホ用の三脚もいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。